いやいやいや、まあこれ今さ、iPhone に見ながら、今放送してるんだけど、どういうのかな、今一息だけど、なんか、Facebook に怒られてないみたいで、なんかね、言われるのがね、今送ろうと思ってるんだけどさ。なんか思わずついつい宇野さんの悪口を言ってしまった。いや、っていうかたまたま見かけたから。いや、だけど分析は必要ないとか言われても、そんな別にさ、そんなあれじゃん。そんな分析は必要なんかなくていいじゃん。だって別にみんなそんな社会科学者とかね、評価じゃないからさ。そんな、なんてそのね、メッテをブログ書いてるくらいで、そんなこと言わないといけないんだっていうね。まあ、それいいんだけど。そう思いませんか？いや、世の中に今ネットにかけるネットの文章とは別にさ、具体的な分析とか、なんかなきゃいけないようなものばかりじゃないし、今ね。音楽とかそういうコンテンツもあるわけですから。別にそんなに分析が必要なくてもいいじゃないですか。でね、まあ、宇野さんの分析が必要には、それはなんか恣意的であるという意見もあるんだよ。後藤和友とか。まあ、彼はまあ、いわゆる批評家とか嫌いだからね。だからさ、適当ではないかと言ってるんだけどね。確かに、何でもかんでもですね、実証可能な、ね、統計でっていうことだけはないと思うけれども、確かに宇野さんの何ですか、世界系からサバイバルでとかいうのは、決然主義とかいうのは、恣意的なんじゃないの？ 言われて、俺はだって、やっぱりわかんないけど、だってエヴァンゲリオンから0年代とか言われてもね、だいたいそもそも、エヴァンゲリオンから見てないからさ、やっぱりわかんない。僕はこういうフリー歌がですね、これは何だ？イーモン・デュークっていうの？知らないけど、オータム・イン・ニューヨークっていうさ、これも多分古い歌だと思うんですけどね。オータム・イン・ニューヨークっていう歌。Why does it seem so inviting? オータム・イン・ニューヨーク。まあ、ニューヨークの秋っていうね、オータム・秋でしょ。オータム・イン・ニューヨーク。It's possessed of fascinating。まあ、英語うまく喋れないんだけどさ。そういう歌だね。結構ロマンティックな目を言うでしょ、これね。まあ、ピアノはまあ、こういう演奏は結構あるかも、まあ、少しあると思うけど、まあ、僕の記憶に残ってるのは、そのパウエルのほら、アメージングの2枚目。ね。で、53年の録音かな。
いきなり演奏やめてきたんですけど、無意味に。っていうかね、この iPhone、YouTube っていうのはね、正確にこれ何人聞いてるか聞いてないかっていうのはね、わからないんですよ、これがね。だからまあ、しょうがないんだけどさ。ちょん。今なんかリスナーも0人と表示されてるからもうのんびりとしてるんですけど、くつろいでるんだけど、いきなりさ、宇野さんに怒ってもしょうがないね。でも、まあ、怒ってるんだけど、バカ野郎とか、まあそれはまあバカ野郎でしょう。まあバカ野郎って言い過ぎかもしれないけど、でもまあバカ野郎と思ってるけどさ。そんなブログくらいですね、自由に書いていいじゃありませんか。なんでそんなさ、主張とか分析が必要なんですか。いつも必要ないでしょ、あんなものは。もうバカ野郎だな、本当にな。なんか寒いよね、なんかね。今見てるんだけど、このツイッターはね、浦丸子さんってのはもう本当にもうこの人はもうなんか頭おかしいね、この人ね。まあ頭おかしいというかそういう人いっぱいいるかもね。でもこの浦丸子さんっていう人はね、結構脱原発側から信頼されていてさ、中井ちゃいみさんとかもよくリツイートしない、僕は信用してないんだけど、彼女はね、浦丸子さんっていう人は、俺は信用していないんだけど、信用してないけどさ、結構でも脱原発側から信用されてるよね、不思議なことだよね。浦丸子はなんか頭おかしいよ、彼女はな、うん、俺はだからまあ読んでると思うんだけど、ね、まあまあある程度合理的にさ考えていかないとわけわかんないですね。俺はだから意味わかんない、浦丸子は。
これ見えてるのこれよくわかんないね、これ感じると。メフォニーバリッタに見えてる、見えてる、見えてる。リスナー増えるべき、増えないだろうな、なんかな。
4月の思い出とか言っても 5月になってるけどね。やめとこうかな、なんかやりたくないから。Thank you.
っという間30分経ってるの。結構早いね、時間が経つのが。もう暇ではな、本当にな。
やいや。Thank you.
to be different, you see. まごたく受け入れてたりました。いやいやいやいわゆるちょっとあれだな、出世頭ってやつ。よし、まあいいや。
ピーパパピーパパピーパルバデロン。
56分も経ってんの？すごいね。
どんなに愛があっても、それでも、どんなにもう一度、さあもう一度、デサメ、デサメムーチョ、ガララ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 ラ。ベサメベサメブチョレラファラファレ、どんなに愛があってもでも、もう一度さあもう一度、ベサメ、ベサメムーチョ、どんなに愛があっても、もう一度さ、もう一度、
Thank you.
電話ありがとうね。いや、大丈夫です。今ね、iPhone と iPad が 2台もついてて、で、今、iPad が閉じてるから、iPhone が閉じてるから大丈夫だ。友達も言ってたんだ。こうやってよかった。僕は今日はなんか、募集みたいとか散歩とか言ってたからね。別に大丈夫だよ。今大したことじゃないです。少しかね。はい、もしもし。あれ？ I understand. Are you? La 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 la. What's new? La 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 la. La 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 la.もしもし、声聞こえる？さっき聞こえなかったよね。なんかまあ、だからまあ、うん、大変だからね。電波良かったのかな？電波の状態悪かったのかなって言ったの？電波の状態が。ジャンゴ？あ、そう、分かった。じゃあまた帰ってね。はい。I understand. Are you? よかった。ここはまだだよ。まあ、もっとね、遅い時間のやつはね。というか、まあ、あれだよ、まあ、カップラーメンくらいしかないんだけどさ。今日もほら、散歩行ったら図書館しか行ってないんだけど、図書館とか行ったりとかね。今日はだから YouTube の YouTube キャプチャーっていうのをインストールしてさ、それやったらあるね。どうかな。
で、まあ、で今日何個か、まあ、4個か5個くらい YouTube アップしたんだけど、まあ、短い、1個1個短いんだけど、で今 YouTube なんだけど、YouTube はね、やっぱりね、時間長いとね、リスナー少ないと今0人なんだね。もっとね、華々しくやらないとダメだよね。もっと華々しくさ、人気者にならないとさ、ダメだね。ご飯食べたかい？ご飯食べた？ご飯の？今日夕方はワンちゃん散歩行ったのかい？ワンちゃん。あ、そっかそっか、友達とこ行ってたからね。じゃあ、日曜日とか行ってあげてね。うんうん、そうそうそう。なんか今日はお風呂入ったりシャワー浴びたりとかね、なんか伸びしてなんか。うん、まあだからまあゆっくりとしてね。僕もなんかゆっくりするからさ。はいはい、じゃあね。じゃあね。
挨拶があったら返さないといけないね。めんどくさい。Thank you.
Thank you.
言いますか。爪がもう砕けてしまって。これはまずいですね。こういう時期続けたらもう死んでしまうね。爪がめちゃくちゃ砕けてなんか。ひどいのかな、なんかね。これちょっとね、大怪我ですよ、これはね。大怪我でもないけど大変だから。爪が砕けてるっていうね。痛い痛い痛い。まあさ、たまに会うんだけどさ、引きすぎて爪が砕けてしまうっていうのがさ、痛い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 。
ですね、もう要するに残り時間がねあんまりないから、何か最後に引いてから終わりにしようかな。もう時間があんまりないんですよ、これは上限決まっててさ、純粋見ては。